12月2日、江戸川区出身の力士、翔猿関が斉藤区長に今年の戦績を報告するため江戸川区役所を訪れました。江戸川区出身の翔猿関は令和2年9月場所で11勝4敗と快進撃を見せ、106年ぶりとなる新入幕力士の優勝こそ逃しましたが、初の敢闘賞を受賞。令和2年11月場所でも優勝した大関貴景勝をはたき込みで土をつけるなど、持ち味の動きの良さを生かして活躍を見せました。地元を代表してこうやって呼んでいただけてすごく嬉しいです。入幕したことは嬉しかったんですけど、その後に優勝争いもして、三役揃い踏みとかも初めての経験ばかりで、それがもう自信につながってこれからも頑張ろうという気持ちになりました。僕もどんどん活躍して皆さんに元気を与えられたらいいなと思ってます。敢闘賞を取られるぐらいの活躍というのは新入幕で、これはもう大変なことだと思っておりますし、私たちの誇りだというふうに思っています。江戸川区全体でですね、翔猿関がこれからどんどんこの活躍をされるように区を挙げて応援をしていきたいというふうに思ってます。さらなる戦いに挑む翔猿関、これからも区民みんなで応援していきましょう。